Tu-8 はソ連のツポレフ設計局で開発された爆撃機である。開発名称はANT-69。Tu-2 を原型とした長距離爆撃機として開発されたが、構造的に不安定であることと、より長い航続距離と爆走量を持つTu-4 が実用化されたこと、新しいジェット爆撃機の開発を優先したこと、等から試作1機だけで開発は中止された。ツポレフ設計局は、Tu-2 の長距離爆撃機化の計画を進めてきたが、第二次世界大戦中に開発されたTu-2D は、結果的には失敗作だった。しかし、第二次世界大戦後も計画は続けられ、ANT-69 という開発名称で長距離爆撃機の開発を開始した。当初、シュベツォフ M-93 エンジンを搭載する計画だったが開発が遅れたため、シュベツォフ・アシュ -82M エンジンに変更した。武装は、ベレージン B-20 機関砲を装備し、ソビエト空軍に不評だったTu-2の機種形状は完全に改められた。爆撃手の席が設けられ、視界向上のために広く丸みを帯びた形状となった。Tu-2では縦に並んでいた座席は並列になり、胴体下部の機銃手の座席も追加された。機種を改造したことにより重心位置が前に移動してしまうことを防ぐため尾翼も拡大された。防御機銃は電動式で、胴体下部の機銃手は遠隔操作で銃刀を動かすことができた。照準は胴体後部の大きな膨らみからいった。副操縦席は180度回転させることができ、操縦席後ろの防御機銃を操作することができた。ノルデン爆撃照準機が搭載され、最大 4500kg の爆弾を搭載、可能であり、これはソビエト海軍で魚雷や機雷を運用することが意図されていた。このコンセプトは1947年3月11日に閣僚理事会に承認され、Tu-8 という名称が与えられた。当初搭載が予定されていたシュベツォフ・アシュ -82M エンジンは、シュベツォフ・アシュ -82FN エンジンに改め、試作機が作られ、1947年5月24日に初飛行した。しかし主に防御機銃に起因する問題から試験は長引き、1948年4月20日まで試験は続けられた。1948年8月23日にソビエト空軍による国家試験が行われたが、結果は好ましくなかった。閣僚理事会の要求する性能を発揮することができなかったほか、機体の重心位置が不安定、翼と足回りの強度不足、発電機から防御機銃の駆動に必要な電力の不足、防護理と照明の機能が不十分、悪天候下での運用が制限される等、数々の問題点を指摘された。ツポレフ設計局は、未空輪 AM-42 エンジンを搭載したTu-8B やチャロムスキーアク -30 エンジンを搭載したTu-8S 等を提案したが受け入れられなかった。すでに飛行試験まで行われているTu-14 の試作機であるTu-73 等のジェット爆撃機開発を優先することが決まり、Tu-8 の開発は中止された。データフロムゴードン、オークブツポレフ、A History of the Design Bureau and its Aircraft。ありがとうございます。